壁塗装の工事をしている現場に来ております。今日は若手の職人さんにインタビューをしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。コマショー TV。 チロット何か聞いてもいいですか？この仕事何歳からされてるんですか？もう始めたてなんですよ。あ、そうなんですか？はい、今年からですね。今年から4月から。前職は何してたんですか？前職は福祉の仕事でした。ああ、全く全然違うやつ。なんで塗装屋さんになろうと思ったんですか？まあ、友人の紹介でやりましたね。面白いですか？まだちょっと完全に慣れてないんでいろいろ困惑しながらやってますやっぱ思ってるより難しい、見てるより難しいですか？なんか効率のいい見方があるんすか？みたいな。みんなよりは遅いです。ああ、高いとこは大丈夫なんですか？それは僕は全然大丈夫。何年やってるんですか？言うてまだ2年とかですね。16からやってたんで。 16？ はい。高1からやってたんですか？そうですね、もう就職してた。あ、そうなんですか？高校行かずに。そうですね。で、そっから一回なんか辞めてとか。そうですね。最近やったし、高勤務員さんやってます。2年ぐらいですけど。でもやっぱり塗装が良かったんですか？そうですね皆さん若いですけど、塗装屋さんは若い人多いんですか？そうですね、最近若い子多いですね。あ、そう。防水関係とか多いですね、若い子は。あ、やっぱり飛びとか力仕事するよりはやっぱり力とかいらないじゃないですか。はい、技術職なんで。じゃあ後々は独立してやりたいなみたいな。そうですね。やっぱこうテクニックいるんですか、塗るのに？そうですね、その塗ったあかんところと塗っていいところのあれがあるんで。へえ、はい。そういう時ちょっと気をつけてやれればって感じですね。結構急やね、これ。マジな方ですね。マジですか？今おいくつですか？今年26。あ、26。みんな若いですね。若いですね。何年ぐらいされてるんですか？なんで塗装屋さんに？たまたまですね。皆さんシール屋経験されるんですね。独立とかも考えながらやってるんですか？そうですね、やっぱりほんまに最終的に出たくないんでそれ目指してもらえます。今職人不足って言われてますけど、儲かりますか？ああ、3K って言われるじゃないですか。きつい、汚い、臭い汚れますもんね。絶対汚れちゃうんで。空ももうない。歩けたら行くわ。チャンネル登録お願いします。